天領日田洋紙博物館高島幸四郎さんです。はい、今日もカウンターからお届けさせていただいております。はい、今日はどんなお酒をおすすめ。今日ね、やん、はい、まだ何も考えてない。なんとノープラン、うん、そんなことあるんですか。うん、今日なんかその雰囲気で、はい、やんと話し合いの中で、はい、なんか決めようかなと思っただけです。おーおーおー、なるほど、うん、どうしますかね。何が飲みてる。何が飲みたい、うん、私が、うん、いや何が飲みたいってなったら、これもう本当たまたまなんですけど、うん、今日、うん、もしかしてこれかなと思って、うん、僕、うん、これちょっと見えますかね。うん、何それ。ここでいただいたサントリーの腕時計を。わ、めっちゃいいやつだ、左のやつか。はい、あ、それの今日買ってきたって。そうなんですよ。あ、マジか。やっぱ洋紙博物館で撮影するって言ったら、うん、腕時計もサントリーとか、うん、ちょっとこうウイスキー関係がいいかなと思って、うん、はい、はい、あ、ラナキャもサントリーな。あ、サントリー、あ、行こうか、行っちゃいます。うん、はい、6回目にしてサントリーの皆さんお待たせしました。サントリー今日登場します。うん、でサントリーでもやっぱ一発目だから一番美味しいやつ飲みたいですね。そうね、もうせっかくだからやっぱりこうね、はい、どうしようか。え、山崎の美味しいやつ。いや、もうせっかくやったら、はいはい、もうサントリーさんといえば、はい、やっぱり日本あの国内、はい、第1号作ったボトルがあります。はい、それですね、あ、白札というボトルなんですが、おおお、それを今日あげようか。あ、ちょっと飲もうか。ちょっとまたちょっとおかしくなってきました。でもね、やっぱりこう YouTube やしね、はい、やっぱりもうなんかその流れで、はい、やっぱり いっちゃいます。ちょっと整理していいですか。はい、今日ノンプランだった、はい、僕がやっぱりここあたりでサントリーさんじゃないですかと言った、はいはい、僕は山崎の美味しいのがちょっと飲めたらいいなというふうな感じで、はい、軽く言っちゃったんですけど、はい、何を出そうとしてるんですか。日本初国産第一号ウイスキー、はいはい、白札。なんかいいことあったんですか。けどやっぱりね、テンション上がりすぎて。いやいや、けどね、やっぱりサントリーさんね、はい、をするなら、はい、その大元のサントリーになる前の、はい、あの会社、はい、寿屋時代の当時の本物、はいはい、第一号ウイスキー。ちょっと僕館内よく理解してなかったんですけど、はい、そんなのあるんですか。あります。ただとりあえず、いや、あの一回ここでちょっと一回あのカットして、はい、あのサントリーコーナーに行きましょう。あ、そこから持ってきて、うん、それを飲むということですね。そういうことです。大変なことになりました。はい、はい、じゃあ、はい、もうちょっと今から行ってみます。はい、じゃあちょっと一回移りましょう、向こう側に。はい、はい、はい、ここがサントリーコーナーになります。この辺がですね、サントリーコーナーですね。ドラララン。これはトリスのむちゃくちゃ大きな瓶です。どれを飲もうとしてるんですか。どれと思う。え、さっき言ったこと、今日ですね、さっきあんたが言うた、はい、日本ね、国内、はいはい、第1号、第1号なんでしょ。そう、第1号、はい、この白札っていうボトルです。これがもう一番最初の日本国内1号ボトルです。これもうあんまり入ってないですよね。うん、ちょっとね、まだちょっとやん、これ持っとって。はいはいはい。で、今日、これいいかい、持ったかい、はい、持ったかい、はい、持ちました。で、こう、ずっとこうやっていけと。はい。そこそこ。で、ちょっとね、はい、やん、これ、うち博物館、鍵がね、はい。もう、ちょっといっぱいあると。ちょっとこっち。それはっきり言って、あのこの鍵探すのに1時間ぐらいかかっちゃうじゃないですか。そうってそう。それをちょっと待って、どれかなと思ってね、本当マジでね。あと先輩、あの老眼鏡持ってきましょうか。あ、そうそう、字が見えん、字が見えん。ちょっとマジで本当、あれちょっと待ってね、ちょっと待ってよ、どれかな。ちょ、あの、うん、ありすぎっしょ。そう、これ全部あの使ってるやつですか。そう、これ全部鍵閉めてるやつ。大体わかるんですか。ちょっとわかる。カットしましょうか。ちょっと待って、探す。あ、絶対あるはず、絶対ある。ちょ、字が見えんじゃねえ。あれ、本当ね、どれやったかな。ちょっと待って。これ多分映像を見てる人が、鍵探すところをカットしろって言われますよね。そうかもしれん。いやけどね、あるはず。ちょっと待ってよ。多分絶対。あった。あ、どうですか。ちょっと持って帰って。ちょっと待ってください。ちょっとやばいです。やばい展開、マジでやばい展開になりました。
今日もほら、せっかくやっぱ YouTube のね、はい、撮影やけん、はい、もうやっぱこんなの出した方がみんなが喜ぶかなと思って。いやちょっと僕今これ持って撮ってますけど、鳥肌めちゃめちゃ立ってます。はい、でなんか笑うね、こんなこう早く開けようと思ったら鍵が出てこんじゃん。ああ鍵が間違えてました。違う、見え方。あら、ちょっと待って、本当にね。いや待ちますよ、だってもうすごい。これ本当に今日飲むんですか。もうやっぱね、もうなんでね、こうねなったかと思ったら、はい、やっぱりこうウイスキーのね、やっぱりだから第1号とかっていうのはやっぱりね、日本第1号。そう、日本国産ウイスキー第1号です。これマッサンも関わってるんですか。あ、もちろん関わってます。うわぁ、はい、あったいやぁ。で、幸四郎さんもこれ飲んだことあるんですか。これもう前ね、もうだいぶ前に凍った時、ちょこっとだけ飲んだ感じなんかな。その時のあれは覚えてるんですか。あー、もう忘れた。あ、来ました。やっと開いた。ちょっと待てよ。これから来るわ。これ難しいんちゃうね。なかなか。よいしょ。あ、トモアか。ちょっと待て。焦るな。今日こっちこれだけで時間かかるよ。本当ですね。あれね。あ、くそ。勝て。ちょっと待ってください。これです。うわあ、これもはっきり言うて、国産ウイスキー、5年ぶり以上ぶりにケースから出ました。うん、いや、あ、多分ね、9年になるけど、9年ぶりだと思います。これ出すの。あ、もうほぼ初。そうです。そして僕飲めちゃう。ちょっと飲ましてやろうか。ちょっと早くカウンター行きたいです。うん、とりあえずちょっとここで一回あのカウンターの方の方に行きたいと思います。はい。はい。はい、ということで今ケースから持ってきて、もうすぐはい、すげえ、もうこんなの絶対飲めないやつです。はい、これがさっき言ったですね、サントリーの白札ということです。うわ、もうちょっとね、おまかですけどね、ちょっと近くでもう一回撮っていいですか。そういう時はボトルの方にもちょっと持ってきて、ちょっとすみません、僕の手垢もついちゃって、でちょっとね説明しますね。今半分ほどこう入ってます、はい、まさに琥珀色。はい、でまず説明します。はい、ちょっと文をですねちょっとまとめたんですが、はい、まず鳥居慎二郎社長の話をします。鳥居慎二郎さん、サントリー創業者は鳥居慎二郎の、はい、鳥居慎二郎先生なんですね、はいはい、まず大阪の商人の次男として生まれました。次男も、はい、はい、で13歳は小翔さんの次男です。はい、13歳からですね、はい、地元の大阪の地元の大きな豚屋さんでですね、はい、デッチ奉公で、はい、仕事を始めたんですよね、はい、そしてその時にその扱ってた商品の中に洋酒っていう、こういろいろお酒とかも扱ってたんですが、はい、その豚屋の方がですね、はい、でそこの方でこう洋酒のこう興味を持ったっていうことです。ほうほう、鳥居慎二郎、はいはいはい、先生がですね、はいはいはい、そしてもうそこで一生懸命仕事で頑張って、はい、それから今度そこの仕事をこう終わった後にですね、20歳にして早くも独立をしました。はい、そしてですね、はい、もうちょっと長くなりますか。いや、なります。これはちょっとある程度ね、今日なかなか長いですよ。開けるところもなかなか下段やった、はい、鍵探すのも大変やった、見つからんかった、説明もこれはもう手抜けないから、はい、もうちょっと聞いてください、はい。でやっぱりですね、このその時に20歳になってですよ、鳥居商店っていうのを創業しました、はい、そしてその時ですね、鳥居先生はスペイン産のブドウ酒をこうそこの鳥居商店で扱ってたんですけど、それに甘みを加えてですね、はい、日本人の口に合うように改良しました。はははそのボトルが赤玉ポートワインっていう、ああ例の有名、さっきそうそうポイントがあったですね。はい、でその赤玉ポートワインをですね、はい、こう作ることによって、はい、販売することによって、はい、もう莫大な利益を作ることができました。あ、赤玉ポートワイン、めちゃくちゃ儲かったっていう。そういうことです。
で、その時ですね、こういろんな話を聞いたら、はい、当時の国内のワインの販売量の6割ぐらいを占めるぐらいまでの売り上げがあったそうです。 60% 占めたってそういうこと、それぐらいのシェアを、それぐらいあってですね、でその時にやっぱ関西の商売ですね、そうです、素晴らしいと思います、はい、でその時に軍資金を作ったおかげで、はい、やっぱり昔からそのデッチ奉公の時に、はい、その領収関係 の、はい、こう興味を持っとったから、はい、その資金を元手にウイスキーを作りたいと思ったわけなんですよ、その取締役たちがでね、はいはい、そして今度そのウイスキーを作る時に、はい、まずスコットランド政府の方に問い合わせをしました。なるほど、うん、でやっぱりスコットランドなんですね。そうです、やっぱりスコッチウイスキーですね、はいはい、でそこのスコットランド政府の方に問い合わせをしたら、はい、やっぱそのこう日本には、はい、竹鶴正孝、さんっていう素晴らしい技術者がいるじゃないかっていう、そこで名前が登場しつつ、そうです、はいはい、でそこで、はい、竹鶴正孝さんを、はい、鳥居新庄社長がですね、はいはい、話をして、はい、説得をしてですね、はい、一緒にウイスキーを作らないかって話をした。今で言うヘッドハンティングみたいな。そういうことです。あ、なるほど。そうです、はいはい、でその時に、はい、やっぱり日本のウイスキーというのは、はい、鳥居新庄社長の、はい、もう資本力ですよ、はいはい、そしてあとは竹鶴正孝先生の技術力、はいはいはい、それを二人の力を凝縮することによってこのウイスキーを作り始めました。でそれもですね、やっぱりそのこうつまり、はい、二大巨匠のエッセンス、もうそれももう原点です。原点、はい、はでそれがですね、まずそのウイスキーを作るときにはまずやっぱりいろんなこう、まず場所を探さないといけません。先輩すいません、はい、これ飲めるって分かってるんで入ってこないんです。はい、ダメです。これはちゃんとこれを聞いた上で飲んだらもっと美味しいです。分かりました、はい、ですね、はい、そういうことです、はい、でそこでですね、はい、山崎蒸留所っていうところで設けたんですが、はい、そこは京都のちょっと外れのですね、はい、とこで、はい、水のいい、はい、まあ、千の利休さんも、はい、こよなく愛した場所なんですよ、はい、山崎ところ、でそこで、はい、山崎蒸留所を、はい、これがことでまた目を眼鏡に入れます、はいはい、この蒸留所がですね1923年です、はい、でその時に山崎蒸留所を、はい、作ることができました。そしてウイスキーっていうのはつまり、はい、日本最古の蒸留所は山崎蒸留所っていうことですね。でそこでまず作った国産第一号ウイスキーがこの白札ということになるんですが、それから言うたようにウイスキーは時間がかかります、作るまでの間、はいはい、その間にやっぱりもう資金力もそこそこあったのが、はい、やっぱりそう莫大な金額がかかりますので、はいはい、融資をしてもらったりとか、はい、もういろんな協力者に募ったお金を作って、はい、その間にですねもういろんなものを販売してるんですよ、はい、資金作るために、うんうん、もうカレー粉を販売したりとか、カレー粉、うん、とかもね、もういろいろその鳥居商店の方でいろんなものをこう販売してました、はいはい、そのお金でこうウイスキーができるまでの間結構作ってたんですが、はい、こうね、しのいでたんですが、はいはい、そして6年間経ってこれが1900ですね、はい、29年、はい、昭和4年の時に竹鳥居新庄社長当時50歳、50歳の時のウイスキーがこれです。今日はこれをもうせっかくあげ、はい、ちょっと飲みましょう。あーちょっとけどもうこれその手に入れたくだりとかも聞きたくてしょうがないんですけど、いやそんな話はあと、はい、あと、うん、はい、もうあったね、もうあったら酔った、はい、飲みて飲みて、これサントリーの社員さんも飲めない、まあその辺はねちょっと僕はもうわからないですが、はい、まあとにかくちょっと今日はね、はい、このウイスキーをちょっと飲みましょう。もうあれですよ、前回は昭和11年のお話やったんですけど、今回は昭和、今日これはね昭和4年ですね。うんです、はいはい、また元、はい、向こうに行きました、はい、昭和4年ですよ。最初30年のボトルから30年前のジムビーンから始まって50年前の、僕がまだ生まれる前の、ジョニクロを飲んで、この間は85年前のマッサンの話をして、今日はポットチップの話ね、前回ポットチップの話、はい、ほぼ90年、かーかーかー、香りいいですか。香りはねやっぱりそこまでやっぱないかもしれないけども、これまさしく味うんぬんよりもロマンですよね。もう本当ロマンだと思います、はい、
そうですよね。今日はもうすいません、もうやっぱり分かります、もう、はい、今日は本当もうテイスティング程度の、あの、それはもうしょうがないです。ちょっと皆さんに見せたいのいいですか。はい、いただきます。ちょっと持ちました。ちょっとこう、この琥珀色分かりますかね。まあちょっとやっぱりね、当時のウイスキーだから、ちょっと一回、ちょっと、いや、とりあえず今日の一杯乾杯。いいですか。乾杯。昭和4年のサントリー。昭和ね、これね、1929年、はい、昭和4年、昭和4年、日本ね、はい、国産第1号、第1号白札ウイスキーです。白札ウイスキー、はい、白札です。はい。後のこれですね、白札からサントリーホワイトになります。はあはあ、変わってきます。はあ、はいはい、はい、香りはやっぱ若干ちょっとおとなしめっていうか、うん、そうですね、はい、やっぱり、うん、あ、やっぱりちょっとあれですね、こうもうちょっと薄いっていうか、あ、そうです、ね、そうですね、そのこうやっぱ時間がもう相当経ってるから、はいはいはい、若干そのアルコール分が飛んでるような感じなんですけど、うん、それでもやっぱり香りはちょっとやっぱりちょっと少ないかもしれないね。いや、うまいかまずいかって言ったら、うん、すいません、それは正直やっぱ物足りさなさはありますけど、ね、ただ、うん、今こっから出てきて、うん、あのケースから出てきて、うん、このテンションで、うん、僕がサントリーと言っちゃったばっかりに、はい、この90年前のボトルが出てきて、はい、もうロマンバリバリです。本当ね、そうね、もうこれ、はい、やっぱりこう日本の、はい、国産第1号っていう形で、はい、90年ぐらい前のウイスキーだから、はい、やっぱこういったのってやっぱなんかやっぱりこういろんなこう考えるよね、このウイスキーの、これは日本の国産ウイスキーのもう原点と思ったら語れますね。すごいね。これ飲む前に説明しないと飲ませんっていうのはよく分かりました。あ、はい、あ、ちょっともう一口あるんでいただきます。うん、ちなみにこれは来てこれ飲ませてくれって言っても飲ませられないですよね。それはちょっと考える、やっぱり本当にもう金額的な問題もあると思うし、はい、まあ本当にどうしてもっていう人がいれば、お客様と金額とかを話しながら、まあ、考えてもいいけど、やっぱりもうこれはこのボトルしかないからですね。わかりました、はい、いただきました、はい、これ、まあ、僕個人的には、飲む価値バリバリあると思います。うん、どうしても飲みたい方考えるとおっしゃってるんで、うん、月末来てください。そうですね、はい、まあ、そんな感じで今日はこんな感じでよかったですか。はい、いやー、まあ、本来この価値から言うともうちょっと尺取らなきゃいけなかったと思うんですけど、うん、まあ、毎回毎回今日はちょっと鍵開けるくらいも長かったんで、今日はちょっとこの辺で、うん、はい、また、来週美味しい酒を飲みたいということで、はいはい、じゃあ皆さん、また来週を楽しみに、はい、していてください、はいはい、じゃあ今日は、サントリーの白札、うん、元ね、コトブキア時代のやつですの、はい、をいただきました、はい、ということで、はい、また来週、また来週、はい、ーい、はーや、こんなことあっていいんすか、うん、でちょっと待ってね、びっくりですよ。まあでもやっぱすげえいいやろ、うん、もう超びっくりっすね、うん、いやもうけど早く直してこんと、あ、ちょっと、とりあえずいいバイバイ。あれ、なんかお客さんあったわ。お店開けちゃうかい。あ、常連さんですか。いや、初めて。え、初めて、うん、どめんとこの島んちから飲みばかりに一回飲まてくれない。あ、それは、いいですけど、ちょっと撮影中、書き締めてなかったんですか。あ、そうじゃなかった。うん、どういうことですか。いや、うまい、ここはなんかバサロンね。